はいどうもということで始まりました。近代世界史過去問解説。えー、ということで、えー、今回担当しますは、えー、マナビズムの山田道明と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい。えー、ということで、いや、いよいよ始まりましたね、えー。世界史の解説講座ということなんですが、動画を見る前にまず皆さんに2点ほどお願いがあります。1点目。 皆さんあの添付されている過去問資料なんですが、解きましたでしょうかこちらですね必ず解いた状態で臨んでくださいあの例えば皆さんの中だったらいやこんな後半とか学校とかで習ってねえしとかいやどうせ今の時期解いても 意味ないでしょうとかあるかもしれませんが必ず解いてくださいあの難しくていいんです解けなくていいんですうわーここ難しかったなとかうーわーこんなとこまで聞かれるのも嫌だなそういう痛みを伴った上で、えー、今回の解説動画見てくださいえそうしますとそうですねまあ今回の解説動画でどのような方向で勉強してったりどのような方向で説問アプローチしていったりなどは 解説しますなのでまあそうですねしっかり過去問を解いてその上で動画見てもらってまあ一個でも多く、えー、皆さんの身になるものをちょっと、えー、そうですね持ち帰っていただけたらなと思います。OK でしょうか OK でしょうか2点目2点目、えー、こちらですね、えー、こちら、えー、過去問など見る際にあのー、こちらですね 教科,書教科書を用意しておいてください。でえー、まあこちら、えー、と山川の小説世界史 B という教科書ですね。えー、まあ学校とかで違う教科書を採用しているかもしれませんが、あのー、こちらそうですね、えーっと、テキストがありますので、あテキストも印刷しておいてくださいね、あのー。テキストの方とかにも書いてあるんですが、えー、そうですね。 近代祭の,あの世界史の過去問ですと、ほぼ小説世界史日、こっから出てます。ここから出てますあの。文言とか見てくれたら、全く同じ文言とかが出てたりするんですね。なので、ま、学校とかで、えー、っと違うやつ、えー、使ってる人とかも、ま、ぜひこれちょっと購入して、手元に用意しておいてくれたらいいのかなという感じは思います、はいえー。という感じですね。ま、なので、えーっと、こちら、そうですね。 各文を解いてで、教科書を用意してあとそうですねちょっと言い忘れてました3点目ですねあのテキストそうですね、えー、添付されており,おりますので、えー、こちら必ずそうですね印刷したりして手元に見れる状態で、えー、ちょっと見てくれたらいいのかなという感じでございます OK でしょうか OK でしょうかはい、えー、ということで、えーまあ、ここからはですねあの解いたという前提で進めていきますいいですかあの印刷しましたあの解きましたお願いしますねお願いしますね はい、えー、といとう感じで、えー、早速いいきたいと思いますではそうですね、えー、と早速解説を、えー、進めていくわけで、えー、ございますが、えー、とまずはそうですね、えー、こちら大問1番大問1番そうですね、えー、大問1番の方から、えー、見ていきたいと思いますさあ皆さんこちらどうだったでしょうかどうだったでしょうかそうですね学校で習ったことある あったりとかする人とかでもうわ、これなんか分かるようで分かんねえうわ、なんか全部聞いたことあるけどえ、これ全部正解ちゃうえ、正しい答えとか間違ってるやつ選べねえよみたいな感じでなった人多いんじゃないですかね多いんじゃないですかここが近代さんのうまいところなんですよそうなんですよねえー、っと、用語とかなんですけれども有名なものが出てますですが、ちょっと聞き方とかが少しひねってたりするんですねなので、まずここから伝えたいことは何かと言いますと皆さん、あの 一問一答でで多多分勉強してる人多いですよね一、まあ、一問一答かもしくは学校の先生のなんかあのプリントとか穴埋めにしてとかだと思うんですけれどもこういう感じで聞かれたら用語は答えれる一一問一答答用語は答えれるこの勉強法だったら近代さんの問題は解けないダメってことはですねはいえ <laughs> ということですね、まあ、勝手にテンション上がってるぞという感じでございますがそうなんですよこちらそうですねしっかりとまず用語自体がそうですね 頭の中で整理されてる状態。これが望ましいんですね。整理されてる状態。特に世界史とかはそうです。あの、聞いたことあるなーっていう用語を、ダダだダだダだだだだだだだみたいな感じで、あの、ぐちゃぐちゃの、そうですね、なんかバスケットみたいな感じで、これ聞いたことあるー、ピザーとか見れるよなーとかって、詰まってる状態とかでも意味ないんですよ。じゃあ、ピザ出してーって言われた場合、ピザーとか、ピザーとか、いな感じになっちゃうじゃないですか。 ですよねなのでしっかりと整理された状態で用語を覚えていくこれまず気をつけてくださいじゃあどういう形で整理したらいいんですかということを、まあ、今回の、えー、過去問を通して、えー、見ていけたらだと思います OK でしょうかということでですねまずは大問1ということなんですが、まあ、こちらそうですね見てくれたら分かります通り中世ヨーロッパの商業圏でございますでここなんですけれども都市とかがいっぱい出てくるんですよ何回も言いますよ闇雲に覚えてる だったらダメなんですねとかピサ知ってるよとかだけだったらダメなんですよこういう感じでしっかり整理するどう整理したらいいかこちらですはいえー、まあテキストの方にも出てますねこんな感じでまず中世のえー、とヨーロッパの商業圏というのは3つに分かれます3つに分かれますなのでまず3つの枠組みの中 で、えー、まず3つの枠組みを作ってその中で用語を入れていくという形でやってほしいんですね。OK でしょうか ?OK でしょうかはい、えー。という感じですね、まあ。テキストにも載っておりますので、まあ、そちらと確認しつつ見ていけたらなと思います。はい、えー、まずはそうですね。1個目地中海。こちらですね、まあ。ちょっと汚い図で恐縮なんでございますが、えー、地中海の図を書いてみました。こんな感じです。まあ、そうですねヨーロッパの 真ん中のとこですね。まあ、ここに点々としている都市。こちらですね。こちらがまず、丸一番からいきましょう。ベネチア、ジェノバ、ピサ、フィレンツェ、ミラノ,ジェノ、えー。ベネチア、ジェノバ、ピサ、フィレンツェ、ミラノ。こういう感じでございます。なので、まず地中海商業圏に5つの都市があるよという、こういう感じを押さえておいてほしいんですね。OK でしょうか。で、えー、皆さん、チェックの仕方、覚え方はと言いましたら、これそうですね。目つぶった状態で、えー、地中海商業圏、5つ、上からいってみてください。いいですか ベネ,えーえー、ベネチア、ジェノバ、ピサ、フィレンツェ、ミラノ。ベネチア、ジェェ、ノノバ、ピサ、フィレンツミラこういう感じですね。これを目をつぶって言うんですよ。これを目をつぶって言える言えるかなという感じで確認すると。まずこれが必要になってくるんですね。OK でしょうか。そうですね。まあ、今回のこれ、えー、動画ですので、動画でですのであ一回ここで止めてもらって、一回言えるかなというのを口頭テストして上。 えしてもらった上で言える状態で見ていくといいのかなという感じですねオッケーでしょうかはい、えー、そんなような感じで次も行きたいと思います北ヨーロッパ商業圏です北ヨーロッパ商業圏こちらで言うとここら辺ですね ここら辺ですね北ヨーロッパ、まあ、ドイツとかベルギーとかオランダとかそうですねまあここら辺が含まれる、まあ、イギリスも含まれるわけで、えー、イギリスも含まれるわけなんですがという感じでございますはい、えー、そうですねでこちらには何があるかといったらブルンジュガンロンドンブレーメンハンブルクリューベックブルンジュガンロンドンブレーメンハンブルクリューベックブルンジュガンロンドンブレーメンハンブルクリューベック,ク,クとこういう感じでございますいいですかこちらも見ないで言えるようにねこの6つね これで、OK、ですか、OK、ですかかはい、えー、続きまして、そうですね、こちら、えー、っと北ヨーロッパやりました。地中海やりました。じゃあ、この間ですね、でっかい2つの商業圏のこの間、ここ栄えますよね。通行路として栄えますよね。ということで、通行路が第三世界として出てくるわけなんでございますね。OK でしょうか。で、通行路がどこかというと、シャンパーニュ・ニュルンベルク・アウクスブルク。シャンパーニュ・ニュルンベルク・アウクスブルクと。 OK でしょうか。OK でしょうか。まあそんな感じを押さえておいてくれたらいいのかなという感じでございます。OK でしょうか。はい。で、あとはそうですね。後々の説問に関わるので、各都市の特徴なんかも押さえておきましょう。そういいですかね。えっ、ー、と、ベネチア、ジェノバ、ピサ。こちらは港です。まあそうですね。細かい図などは教科書などを使って、まあテキストにも載せてるんですが、確認してくれたらいいのかなという感じなんですが、まあここら辺ですね。えっ、ーねえー、と、イタリアを中心とする港でございます。続きまして、フィレンツェ、ミラノ。フィレンツェ、ミラノと。 こじゃあちょっと特徴違うんですね、えーと。フィレンツェ・ミラノというのは内陸にあります。地図よく見てください。内陸にあります。えー、そうですね。なのでここちょっと、えー、勘違いしないようにしといてほしいのかなという感じですね。えー、とベネチアジェノバピサ、えー、上の港というのはこれは えと東方貿易あのイスラーム商人なんかと、えー、そうですねつながって東方貿易いやアジアからの貿易品などをやって、えー、稼いでるわけでございます。でフィレンツェ・ミラノというのはこちら内陸ですので貿易というよりは毛織物業毛織物業そうですね、まあ、ウールを作るよと衣服を作るよという感じでございます。OK でしょうか はい、えー、続きまして北ヨーロッパ商業圏の方も行ってみましょうブルンジュガン、ブルンジュガ,ブルンジュガこれ、まあ、ベルギーとかオランダとか、まあ、そこら辺にあるとこですね、えーまあ、こちらというのが毛織物業でロンドン、ここですねイギリス1、まあ、つだけ島国なんですがこちらはもちろん島国なので貿易で栄えますあとは羊毛を輸出するんだ、まあ、つまり、そうですね、まあ、ここですね。 けど、まあ、毛織物が盛んだよというところだったので、まあ、こちらに向けて、まあ、羊さんの毛をこういう感じで輸入輸出するとこういう感じでございますねちょっと消えちゃいましたはいと、えー、いう感じでございます OK でしょうかはい、えー、という感じですね、えーと で続きましてブレーメンハンブルクリューベックブレーメンハンブルクリューベックこいつらは海産物機材穀物なんかを作ってるという感じでございます。OK でしょうか。まあこのような形で、えー、地中海だったら、えー、ベネチアジェノバピサフィレンツェミラノ、えー、ベネチアジェノバピサフィレンツェミラノと。で北ヨーロッパだったらブルンジュガンロンドン。 ブ、えー、ブレーメンハンハルククリューベッでこういう感じを押さえてくれましたら、えー、地中海商業圏の方にはこれそうですねロンバルディア同盟なんかがついてるよとで、えー、と北ヨーロッパ商業圏の方だったらハンザ同盟なんかができてるよとであとは四大召喚なんて言いまして、まあ、そうでてん、ね、という感じで、まあ、召喚があるわけでございます OK でしょうかはいさあいかがだったでしょうか全然違うでしょう 全然違うで「ブルーンジュがどこでなんだらかんだら」とかってやってるんじゃなくてこういう枠組みで広いところから一個一個の汚れを抑えていくわけでございます。でこここういう感じ整理しといたらもう簡単です問題 OK でしょうか。はい、えー、では具体的に問題見ていきたいと思います。まずはそうですね問いの1番からですね、えー、こちら見ていきましょう。 えーと、大門1番のとこなんですけれども、えー、こちらそうですね、えー、と地中海商業圏という形でございますのでこちらは、えー、そうですね先ほどもやりましたこちら確認できますかね、えー、ベネチアジェノバピサベネチアジェノバピサという感じでございますなので今回はそうですねベネチアと ジェノバかピサが入るよということですね。なので選択肢にピサしかありませんのでピサが正解もある。丸4番が正解という感じでございます。OK でしょうか。こんな感じでございます。じゃあ続きまして問いの2番いきましょう。問いの2番。えっ、ー、と、問いの2番に関しましては、そうですね。こちら北ヨーロッパの貿易圏の方でございます。で、リューベック。そうですね。リューベックとセットのもの。これ何なのかというところなんですが、こちらそうですね。えー、ブレーメン・ハンブルク・リューベック。 ブレーメンハンブルク・リューベックという感じでこちらえと海産業などが栄えましたのでえそうですねこちらはブレーメンの方が入るよという感じでございます OK でしょうかはいえ続きまして C の方いきましょうフランスの○○地方では定期位置が開かれたよこちらですこちらですそうですねこちら先ほど出てきましたね通行路のところのシャンパーニュ地方ですねシャンパーニュ地方表のところにも載せておきましたまあフランスのここら辺なんですが地中海と北ヨーロッパの中心ということでまあ間から物が集まるよねと上下から物が集まる 集まるよねということで定期位が栄えるという感じでございますなので2番が正解 OK でしょうかさあどんどんといきましょうというま えー、こちらも先ほどやりましたね。こちらも先ほどやりましたね。えー、っと問いの4番 D に関しましては南ドイツのこちら通行路を聞かれてます。アウクスベルクとニュルンベルク。アウクスブルグと失礼しましたアウクスブルグとニュルンベルクという感じでございますね。なので3番が正解という感じでございます。OK でしょうか。はい、えー、という感じですね。まあ、こんな感じでしっかり整理していったらサクサクいくわけでございます。OK でしょうか。はい続きまして問いの5番い、えー、っていきたいと思います。 えとこちらなんですけれどもこちらカーリミー商人について聞いておりますカーリミー商人って何なのかっていうところなんですがこちらそうですね先ほど出てきましたベネチアジェノバピサなどの地中海商業圏の、えー、そうですね港で東方貿易まあレパント貿易なんとも言いますけれども東方貿易をしてたと言いましたよね東方というのは先ほど言いましたイスラーム圏こちらでございますこちらでございますイスラーム圏の人たちとここは貿易してたよという感じ 感じなんですねとなってきましたらイスラーム圏で貿易を担ってた人たちこのイスラーム商人なんかをカーリミー商人なんて言うよという感じでございますねカーリミー商人なんて言うよという感じでございますオッケーでしょうかイスラームイスなんて書いておきましょうかねはい、えー、そういう感じでございますなのでまあ、こちらに対する正誤問題とまあ、こちらも教科書に載っておりますのでまあ、しっかり整理しておいたら解けたのかなという感じでございますでは行きましょうあの方ですカーリミー商人は断線と呼ばれる三角の方を使った船 まあ三角穂の船を使っていたよ。これ、えー、それは、ねえー、三角穂の船を使っていたよという感じでございます。こちら、丸という感じですね。えー、こちら、丸でございます。ちなみに、ちなみに今回、そうですね。こちらダウン船なんて出てきました。ダウン船なんて出てきました。ダウン船イスラームですが、逆に当時、明などが中 そうですね当時中国の民なども貿易が盛んでした民の船なんて言いました民の商人がやってた船なんというかって言ったらこれジャンク船ですねジャンク船これは教科書に堆肥として載っておりますなのでまあここもダミーで聞かれそうですよねなのでこんな感じで整理しといてくれたらいいのかなという感じでございます OK でしょうかはい、えー、ということで「あ」が正解です続きまして「イの方これちょっと 難しいですね。教科書直接的な記述ないんですよ。ただ安心してください。しっかりと、えー、習ってきた知識で解けますと。はい。えー、ではいきますね。代わりミ商人はマラケシュを起点とした都の王朝に批護されたという感じですね。<laughs> さあ、マラケシュです。これそうですね。聞いたことあるとかだったら、あ、これ合ってるかなとか判別できませんでしたよね。 なので、ししっかりと整理した上でで能動的に出てくるる必要があるんですどういう用語かというのを一個一個説明できるようにしとく力が必要なんですね。なので今回、マラケシュ。マラケシュってどこということなんですよ。とか、まあ、どこで出てきたんだということですね。こちらです。イスラーム王朝名。まずは、そうですね、ムハンマドが、えー、そうですね、えーと、ムハンマドがイスラーム教を広げていきまして、その後にできたのが、まあそうですね、まあ、ここら辺の昭和時まあそうですね。 えーと西アジアジ一帯を、えー、占領したウマイヤでございますでその後アッパース町に分かれてってという感じですねアッパース町になってってですねで分かれるのここですね分かれるのここですねそうですねアッパース町というのが、まあ、4つぐらいに分かれるんですねまあ一応そうですねテキストに載せておきましたので他のところはちょっと確認しといてくれたらいいのかなという感じでございますがございますが、えー、そうですねまあ今回ポイントとなってくるのはこちらなんですよね。 まあ、イベリア半島とエジプト。イベリア半島こちらになります。だからイベリア半島に王朝ができたよと。あとイビ、えー、エジプト、ここら辺にも王朝ができたよという感じでございますね。ここら辺にも王朝ができたよという感じでございます。じゃあ、えー、エジプトの エジプトを中心とする王朝。こちら何だったかって言ったら、これ、ファーティマ朝、アイユーブ朝、マムルーク朝でしたね。で、まあ、正規とともに覚えてくれたらいいのかなという感じでございます。ファーティマ朝、アイユーブ朝、マムルーク朝と。OK でしょうか ?OK でしょうか一方、マラケシュ。マラケシュはって言ったら、ここなのよ。マラケシュ。マーラーケーシュ。って感じですね。って感じですね。で、ここなんですけれども、ここにあったらエジプトじゃないですよね。ここにあったのは、そうですね。この えー、ファーティマ朝、アイユーブチマムルク朝まあこいつらとこいつらと共にあった村人王国とか村人王国とかですねまあ一応こんな感じで村々という感じで書いておきましたが、まあ、ここら辺に村人王国村人王国なんかがあるんですねそうするとこちらの王朝でございますでこの村々村,村人王国村,、えー、と村人王国村人王国なんですけれどもそこまで大きい王朝ではございませんでしたなので政治史なんかでも出てきませんよね当時のこのこ アフリカのイスラームの勢力になってたのこっちなんですよ。なのでカーリミン商人なんかもこちらの村人町とか村人町とか村人町とかこっちじゃなくてこのエジプトの方の王朝の護を受けたよっていうところが今回のところから分かるわけでございますね。OK でしょうか。はい。なので、えー、こちらのファーティマ町アイユブ町マムロク町こういったエジプトのそうですねまあえー、っと都市の首都はどこだったのかっていったらこれカイロでございます。カイロ 間違えましたねカイロですねカイロカイロという感じで書いておきましたいいでしょうかはい、えー、という感じでございますなので今回は「い」のやつなんですがこれそうですねマラケシュが誤りマラケシュが誤りで正しいのはカイロでございます OK でしょうか OK でしょうかはいそんな感じでございますじゃあ続きまして問いの6番いきましょう問いの6番はもうこれですねはい、えー、羊毛を輸出していたとこどこですか ここのロンドンが正解ということで問い6番ロンドンです OK でしょうかはい続きまして問いの7番いきましょうこれもちょっと難しいですね教科書に直接的な記述はありませんはいなのでまあちょっと消去法なんかで解いていくっていうのもちょっと必要になってくるのかなという感じですねえー、とまあ簡単に解ける方法といたしましては今回なんですけれども問い えー、問い七は、えー、とマルコ・ポーローマルコ・ポーローが、えー、中国の当時元でしたね。元に訪れた時のその時の皇帝誰ですかとマ,マルコ・ポーローと会った元の皇帝誰ですかということを聞いているわけでございます。でこちらそうですね。在位1260年から94年と出ておりますね。なのでこれあれですね。年号を知ってた人は強いかもしれません。うんえーと 現行なんていうのが起きますね文英の駅なんかが起きますそうなってきましたらまあ、こちらというのは文英の駅とか現行を行った時のモンゴル皇帝だと言われたらチンギスとかじゃなくてフビライハンというのが分かりますねなので今回はこれフビライが正解になりますまあ、在日、えー、在期間とかでもこういうのがわかるのかなという感じでございますねただただまあ知らねえよと <laughs> この年号まで手回んねえよというか えというパターンもあるかもしれませんので今回はそうですね、まあ、教科書の記述なんかを使って導いていくということも可能でございます,そうです、ね、一応これは覚えておいてほしいんですがマルコ・ポーロっていうのは元の大都というところを訪れたんですね大都とでこの大都がポイントになります大都書いておきますかね大都大きな都でございます大都とでこれなんですけれどもこれを大都に扇子したのっていうのはこれが不備来犯なんですよ 不備来という感じですねはい OK でしょうか OK でしょうか。なので今回大都に先頭したってなったら不備来よりもあとそうですね大都を訪れたってなったら不備来よりも後の工程じゃないとダメなんですね。そうなってきた場合選択肢見てくれたらフラグとかもんとかハイドとかこれじゃあもう整理する図載せておきましたが、まあ、全員不備来よりも 前の人なんですよってことはその時に大一存在しないので、まあ、必然的にまあ不美来しかいねえなというのが分かるわけでございます。OK でしょうか。まあ、こんな感じで、まあ、しっかり整理した上で、えー、解いていくというのが必要になってくるよという感じでございます。OK でしょうか。OK でしょうか。はい続きまして問い8番いきましょう。こちらも先ほどやったところですね。えー、北ドイツの、えー、同盟都市同盟。これはハンザ同盟が正解です。1番が正解と。 はいといいとう感じですねつまこちらそうですね、ちょっとそうですね、えーまあ、こちらなんですけれども、教科書にしっかり載っているんですが、さあ、皆さん、整理して覚えれましたでしょうかね。えー、こちらそうですね、えーと、テキストの方にも解説を載せておきました。うんえー、具体的に言ったら、問い8番ですね。問8番うん ト屋ジの解説のところに載せておきました。えー、あの方なんですけれども、今回、えー、コムーネというのが出てきます。で、コムーネ何だったのかっていうのをしっかり整理できてるかという感じでございます。OK でしょうか。いいですかまずはこの枠組みですよ。で、この枠組みにおいて、都市の、えー、っと、自治都市、自、そうですね。えー、まあ、こちらでございましたら、そうですね。えー、と、都市同盟。都市同盟の中で、 都市同盟なんですがこれ地中海と北ヨーロッパ商業圏においてそれぞれ種類が違ったよということなんですね。OK でしょうか ?OK でしょうかこれちゃんと教科書を読むときにしっかりと注意して読めてましたでしょうかね。えっ、ー、と地中海商業圏こちらの方がイタリアを中心とする都市でございますよね。まあ、こちらがそうですね。自治都市コムーネなんてううよといいことでございますこちらコムーネなんですね。 ででしょうかオッケーでしょょううかか一方北ヨーロッパとドイツを中心とするときは、えー、都市の方はこちら自由都市、えー、または帝国都市なんて言ったりするよという感じでございます OK でしょうか。はい、えー、という感じでございます、ね、なのでこちらを整理しとく必要があるよという感じです。で今回見てみますと北ドイツで小胸はい違いません違いません北ドイツはこっちです。なので今回「あ」は×だよという感じでございます OK でしょうか。 はい、えー、続きましてい、こちらも先ほどの図に載せておきましたね。載せておきましたね。えっ、ー、と、四大召喚、四大召喚、載せておきました。まあ、特に有名なのが、そうですね、ロンドンと、えー、そうですね、ブルージュと、えー。ロンドンとブルージュ。そうですね。うん、うん、そうですね。OK ですね。はい、えー、ロンドンとブルージュと。この2つなんかを中心に覚えておいてくれたらいいのかなという感じでございます。あとはそうですね、えー、っと、ノブゴドロと、ノブゴドロと、そうですね、えー、っと、 弁弦。弁弦。えー、ノブコトロと弁弦なんか出てくるわけでございますが、えっ、ー、と、この4つの中にパリは含まれておりません。なので、イのパリを切るという感じでございます。OK でしょうか。はい。えー、じゃあ続きまして、え問い九という形でございます。こちらもこの枠組みですよ。もうくどいですね。でも OK ですかね。はい。えー、という感じですね。こちらそうですね。えっ、ー、と、この中世ヨーロッパのうちに有名な、中世ヨーロッパにおいて有名な家2つありました。1個目がメディチ家。これがフィレンツェ。こっちでございます。 こちら4番ですね。メディチケはフィレンツェと。で、もう一個フ、フッカー家。フッカー家は失礼しました。こっちじゃなくて、こっちですね。先ほど出てきましたね。通行路。シャンパーニュ・ニュルンベルク・アウクスブルクと。シャンパーニュ・ニュルンベルク・アウクスブルク。それのアウクスブルク、こっちの方に入ってるわけでございます。OK でしょうか。なので、今回は、えー、今回はアウクスブルクとあるのでこ、こっちらフッカー家と。これはメディチケじゃないよという感じでございます。 はいえー、まあ後半とかはもうくどいかなっていう感じでございましたがこんな感じで聞いたことあるだけだったら意味ないんですねしっかりと整理した上でこの用語がどこにあるのかどういう位置づけなのかそれを押さえていけたらと思いますではそうですね一旦 A ということで、えー、こちらでえーまあ、一旦切りたいと思いますお疲れ様でした学びはいえー、ということで続きましてえーと位置の B の方をやっていきたいと思います オッケーでしょうか。はい、えーという感じでございますね。まずは B の方、そうですね。また最初は穴埋めでございます。見ていきましょう。まずそうです。えー、まずそうですね。今回はイベリア半島こちらについて聞かれております、えー。そうですね。まずはそうですね。えーと問いの10番ですね。えー、問いの10番、えー。そうですね。E に入るもの。発生期に何々国が F 朝によって滅ぼされた。 いう感じでございますねいいでしょうか。なのでイベリア半島なんですが8世紀前8世紀前にイベリア半島どういう状態になってたのかというところがポイントでございます。OK でしょうか。いいですかね。まずヨーロッパ史を振り返る上でもともとそうですねヨーロッパというのはローマによって統一されましたローマによって統一されましたところが3世紀、えー、3世紀、えー、後半ぐらいですね、えー、失礼しました4世紀。 そうです、ね、えっ、ー、と一応覚え方としてはあんまりいい覚え方ではございませんがえ大、ー、と消しましょうね大と消しましょうねえー、こちらですね375で何が言いたかったかというとこちらでございますゲルマン人ゲルマン人えー、そうですね、まあ、ゲルマン人の皆殺しと。 まあそうですね、本当にいい覚え方かどうかあれなんですが、まあ、一応そうですね375年からゲルマン民族の移動が始まってそれによってヨーロッパそうですねローマ帝国を滅ぼされたわけでございますね OK でしょうか。でそれによってゲルマン人たちが各ヨーロッパの都市に、えー そうですね、えー、国家を作ったよというところでございますオッケーでしょうかなので今回8世紀後半というのはそのもともと8世紀後、えー、8世紀までにかけてはそうかでもともとゲルマン人国家がイベリア発島にもあったよという感じでございますねオッケーでしょうかでこの問題驚くべきことに去年も出てるんですよ去年も出てるんですよ今年2回連続ゲルマン民族の移動が出てきてるんですね、えー、なのであのー またこんなに問題じゃないですよ。ただ去年もうゲルマン民族の移動の、そうですね、えー、とテキストとかにも載せておきましたが、そうですね、バンダル人、西郷と東郷国、まあそうですね、バンダル人、アフリカとかだったらバンダルとか、そうですね、えー、まあ西郷渡国、東郷渡国なんかありましたね。まあこれの図、まあ載せておいたものをまた例のごとくちょっと覚えてくれたらいいのかなという感じでございますが、こちら出てるんですよ。2年連続です。ということは、ということは、またなんか、そうですね。 聞かれそうですよね次の年も聞かれそうですよね。なので、まあ、ここちょっと注意して、しっかりと図で整理して覚えておいてくれたらいいのかなという感じでございますね。各地域ごとにどれがあるのかというのは、そうですね、えー、というのとセットで覚えておくとい必要があります。そうなってきますよイベリア半島にあるの えー、イベリア半島にあったのは、えー、西豪都国という形でございますなので今回そうですねも、えー、ともと滅ぼされる前だった西豪都国が正解ということで、えー、問10は2番が正解という形でございます OK でしょうか、うん、はい、えー、という感じですねじゃあ続きまして、えー、と問の11いきたいと思います、えー、問の11じゃあここそうですねゲルマン民族によって、えー、そうですね 西ゴート国として統一されてたわけなんですがこれ誰が滅ぼしたのといったら8世紀そうですねこちら、えー、先ほどの中世のところでも出てきましたがイスラーム王国イスラーム王国が広がってくるわけでございますねなのでイスラーム王国によって滅ぼされたじゃあ最初のイスラーム王国はっていったらこいつでございますねこいつでございますね8世紀上に書いておきますがウマイヤ朝がウマイヤ朝が滅ぼしたわけでございます えー、今回気をつけてくださいね。8世紀って聞かれてるので、これはうまい野鳥です。うまい野鳥です。はい。えー、なので、3番が正解という感じでございます。OK でしょうか ?OK でしょうかという感じですね。で、イベリア半島を見ていきましょうか。うまい野鳥ができて、で、アッパース町の時もちょっとイベリア半島残ってたわけでございますね。まあそういう感じになってて、こううまい野鳥、こううまい野鳥なんかが残ってるんですが、どんどんと規模が縮小していくわけでございますね。まあというのも、まあ、やっぱり、えー、ヨーロッパ。 キリスト教権でございます、ねまあローマがキリスト教を広げてからまあキリスト教圏なんでございますので異教徒のイスラーム教徒たちに領土取られたくないよっていうことでどんどん縮小していくわけでございます。で最終的にはコウマイヤ朝から末になってくるとナスル朝ということで。 もうそうですねもうほととんんどないよとこんないこ感じですね、まあ、ほぼそうですね。南に追いやられちゃったよというところがポイントとなってくるわけでございますね。OK でしょうか。なので、コウマイエやつをナスルチョこちらもそうですね。エジプトの図載せておき、あ、間違えました。イスラーム王朝の図載せておきましたので、やっぱり縦に言えるかなと、えー。順番に言えるかなというところが大事になってくるわけでございますね。で、このナスルチョナスルチョの首都だったのが、これ、グー、グラナダでございます。グラナダと。 はい、えー。という感じですね、えー。という感じでございます。OK でしょうか。OK でしょうか。はい。えー、なので、問いの12番。問いの12番。そうですね。ええー、と、こちらなんでございますけれども、こちらそうですね、えー。グラナダが正解になるよという感じでございます。OK でしょうか。OK でしょうか。で、問いの13番は、これ、ナスルチョウが正解になるよという感じです。 はい、えー、といとう感じですねじゃあ、まあ、攻防が繰り返されてるわけでございますがそうですねこちらのナスル朝こちらのナスル朝なんですけれども誰に滅ぼされたのって言ったらそうですね先ほども言いました通りキリスト教圏なので、えー、どんどんとその領土を拡大、えー、そうですね領土を、えー、縮小していくっていう形で、えー、ございます。具体的に言ったらどういう形になってるかと言いますとそうですね、えー、とこちらの、えー、とイベリア半島というのは まあそうですね中世からにかけて当時まあ3つぐらいの国に分かれてたんですね。3つぐらいの国に分かれてたんですね。1個目がここポルトガルです。ポールートガルと。で、そういう感じですね。まあこういう感じでしょうか。 で、えーと、北のところ北のところがこちらがカスティーリャ王国っていう感じになってたんですね。でこちらが、えー、真ん中のところがアラゴン王国という感じでございます。OK でしょうか ?OK でしょうかそうですね。父と子とかごむねちょっと消しときますね。はい、えー、という感じですね、まあ。こういう感じで分かれてたわけでございますね。でここなんですけれどもここなんですけれども、えー、そうですね。えー、1479年。 1479年に、ここそうですね、大きな出来事が起こります。この3つのうち、こちらのカスティーラ王国とアラゴン王国が合体するんですね。えカスティーラのイザベラと、そうですね、アラゴンの王子フェルナルドっていうのが結婚します。ということで、ここですね、ポルトガル以外のスペインがこういう形で統一されるわけでございますね。まあ、現代の、ええー、そうですね、現代と一緒でして、そうですね。で、今言った通り、この2つが合体して、スペイン王国なんかができるよと。1479年と。 こういう形でございます。OK でしょうか ?OK でしょうかはい、そうですね。なので、このスペイン、できたスペイン王国によって、まあ、ここもそうですね。ナスル朝なんかも滅ぼされて、スペイン統一という形でございます。レコンキスタ成功したねという感じでございます。なので、えー、問い14番。こちらが1479年。こちらはもう年号ですね。で、これ見てわかります通り、近代さん、年号大好きなんですよ。先ほどそうですね。まクビライハンのところも、まあ、年号知らなくてもいいかななんておっしゃいましたが、 これはもう知らないと解けないですね。なので、しっかりと年号を押さえていく必要があるんです、ね。で、近代さん年号大好きです。なので、まあ、受験期とそうですね、まあ、直前期なんかで構いませんので、年号の参考書、まあいろいろ出ておりますので、まあそちらを使って一冊仕上げてもらって、有名な年号なんかちょっと押さえておく必要があるのかなという形でございます。うん、OK でしょうか。はい、えー、ということですので、えー、こちら1479年と。で、問いの15番。問いの15番もこれ、スペインが正解になります。はい。 えーという感じですねオッケーでしょうかはいじゃあ問いの16番いきましょういやーこれですねこれなかなかよく出る問題でございますねそうですねえー、こちらなんですけれどもトレードというのが聞かれてますトレードそうですねえーとこれ完全にあれですね黒く塗りつぶしたの失敗しました見にくくなっちゃう見にくくなっちゃうよっていうことですねはいそうですね こちらにかと、え、こちらにガだだだだという感じでございますね。はい、えー、トレードでございます。トレードどこトレードはこちら。真ん中あたり、ここですね。ここトレードです。ここトレード、言うてますけれども、という感じでございますね。ここトレードでございます。で、こちらで何が行われてたのかということですね。で、こちらは先ほども言いました通り、当時中世のヨーロッパ イスラム商人と貿易してるなんて言いましたよねなのでそうですね、まあ、こちらイスラム圏なんでございますが、えー、こちらに関しましてそうですねこちら、えー、ギリシャローマギリシャローマの文献これがどのように、えー、移動してたのかもっと言っちゃえばギリシャローマの文化とか思想ですね、まあ、この移動がよく出てくるわけでございますねどういうことかと言いますとそうですね先ほども言いました通り えーとローマ帝国ローマ帝国はゲルマン人によって滅ぼされますただ滅ぼされる前にローマ帝国というのは西ローマ帝国と東ローマ帝国で東西に分裂していたわけでございますねなのでそうですね分裂してて、ね、で西ローマ帝国は滅ぼされたんですけれども東ローマ帝国まあこんな感じで書いておきましょうか東ローマ帝国なんていうのはの生き残るわけですねで名前をビザンツ帝国なんてしてるとビザンツ帝国とこういう感じでございますねうんが ちょっと変形しちゃいましたお許しください。はい、こういう感じでございます。そうなってきますと、ギリシャ・ローマ、ギリシャ・ローマの美術とかっていっぱい出てきましたね。アリストテレスとか、そうですね、えー、プラトンとか、こういうやつでございます。で、このギリシャ・ローマのですね、まあ輝かしい思想とか遺産なんですけれども、これというのが、ゲルマン人によって、ああ、そうですね、まあ、西の方は統一されたので、こっち入ってこないですね。こっち入ってこないですね。なので、一旦、 こちらです。一旦こちらです。えー、失礼しますね。ありました、ね。よいし。はいはいはい。はいはいはい。ちょっと薄いですが、こういう感じで、一旦このギリシャ・ローマのやつが、こういう感じで、イスラーム圏。まあ、イスラーム圏なので、ちょっと緑で書いてみました。イスラーム圏に入ってくるわけですね。イスラームと。ちょっと薄いですね。やっぱ黒で書いた方がいいですね。これね。まあ、色で押さえておいてくれたらと。まあ、こういうことですね。 イスラムに入ってくるわけでございますでこのギリシャローマがいいですかイスラム圏に入ってウわララララララウラららららっていう感じでトレードに来るわけでございます OK でしょうかなのでここ一旦ギリシャ語ギリシャ語というのがイスラーム教、イスラーム圏イスラーム圏というのはこれアラビア語ですねなので一旦ギリシャ語というのがアラビア語に翻訳されてここのイスラーム圏に入っていくとでイスラーム圏うららラララララララという感じで やってっててていここトレードに入っていくんですねでここのトレードで何が起きるかといいますと、えー、そうですねこちら、えー、先ほど言ったイスラーム教なのでアラビア語ですね失礼しました、うん、アラビア語このアラビア語というのがそうですね西ヨーロッパはラテン語でしたねラテン語に翻訳されるとラテン語に翻訳されるという感じですねなのでこれ ギリシャ語がアラビア語になってラテン語。ギリシャ、アラビア、ロ、ラテンと。こういう感じでございます。OK でしょうか。まあ、こういう翻訳活動が行われていたんだよというところですね。なので今回は何語がラテン語に翻訳されましたかって言ったらこれそうです。アラビア語という感じでございます。OK でしょうか。ちなみにこういう感じでヨーロッ、ここですね、古代のヨーロ、えー、古代のギリシャローマ史、えー、ギリシャローマ文化。これっていうのがこういう感じで遠回りして帰ってきたので、 もうう回来たねということいこでルネサンスといいう感じでございますルネサンスが来るわけでございます。OK でしょうか。はい。えー、という感じでございます。なので、ここの図は、まあ、この流れというのは結構出ますので、押さえといてくれたらと思います。OK でしょうか。はい。えー、じゃあ続きまして、かっこ2番の方行きましょう。こちら、そうですね。えー これはそうですね。もう用語集ですね。えー、そうですね。えー、教科書に載っておりませんので、まあ難関大とかだったら結構品質なんですけれども、用語集にしか載ってない知識なので、えー、まあそちらをちょっと押さえておいてくれたらなと思います。えー、こちら、サンティアゴでコンポステラ。サンティアゴでコンポステラ。どこにあるかといったら、ここですね。はい、そうですね。もう裏目に出ましたね。ぐちゃぐちゃ書いてるの裏目に出ましたね。もうかりにくいじゃねえかと。まあ、ここです、ここです。 よごよごここです。もう汚いですがご容赦ください。あのテキストに載っておりますね。えー、サンティアゴでコンポ・でコンポステラ。ここでございます。で、ここなんですけれども、もう用語集にしか載っておりません。用語集の、そうですね、えー、記述なんかも、えー、そうですね、テキストに引用させていただきました。なので、まあ、そちらを確認してくれたらいいのかなという形でございますが、こちら、そうですね、聖地巡礼。 聖地巡礼ということで、キリスト教徒にとっての聖地、なぜかと言いますと、ヤコブ、そうですね、イエスのお弟子さん、イエスのお弟子さんのヤコブというのが、えー、お亡くなりになった土地でございます。えー、お亡くななりになった その聖地ということでこちらそうですねサンティアゴ・でコンポステラが正解というあサンティアゴ・でコンポステラはヤコブの聖地だよということでヤコブが正解になります。OK でしょうか ?OK でしょうかまあこんな形で、えー、そうですねたまに、まあ、用語集の知識なんかも聞かれてきますので、まあ、用語集も まあ、しっかり用意した上でしっかり一元化そうですねまあ、教科書とかに載ってないので、まあ、そちらに,、えーちらにえー、付け足していったりして覚えてくれたらいいのかなという感じでございます。OK、でしょうかはい続きまして問いの17番これは難しい難しいそうですね難しいですね、えー、こちらに関しましてはまあそうですね年代の並び替えなんかでございますが載ってないんですよ教科書に。 時系列で教科書まとまって載ってないんですね。なので、ちょっと年号少なくとも何世紀だったのかっていうのは整理しとかないとちょっと解けなかったかなという感じでございますね。で、まあテキストに載せておきました。こちらなんですけれども、フランク王国の時期を聞かれてます。で、フランク王国というのはこれ、フランク王国は、えー、メロビング朝とカロリング朝になっておりました。で、そうですね、メロビング朝はクロービスが作って。で、カロリング朝なんていうのは、そうですね、えー、ピピン。 からカール大抵とこういう流れになってたわけでございます。OK でしょうか。 じゃあまず最初いきましょう。モンテカシノ修道会設立。こちらそうですね。えー、と白衆なんかにしか載っておりません。529年です。なので6世紀前半ということですね、えー。こちらが最初になります。こちらが最初になります。その後五590年から、えー、グレゴリウス一世なんかがそう,、ね、そうですね。布教活動。キリスト教の布教活動なんかを始めますので、まあ、モンテカシノの後グレゴリウスと。 で、でそうですね、えー、最後のこちらでございますね。えー、ピピン。ピピンの鬼神こちらは、えー、しっかりと載ってますので覚えておいてくれたらいいのかなという感じでございます。756年。756年という感じですね。なので、モンテカシのグレゴリウス・ピピンとこういう順番になるわけでございます。OK でしょうか。はい、という感じですね。まあ、こちらちょっと難しかったかなという感じでございますね。はい、えー、で,はではではではと。 いよいよ、そうですね、最後でございますね、こちら、えー、問いの17番のカッコ2ですね、キリスト教師です、キリスト教師です。まあ、こちらも整理が大事になってきますので、えー、テキストに載せておきました。そうですね、えー、キリスト教ができてからというもの、えー、ローマ帝国の皇帝たちは迫害を繰り返すわけでございます。ただ、のち、えー、そうですね、まあ、具体的に言いますと、コンスタンティヌスデー。コンシ コンスタントティヌス帝が、えー、ミラノ勅令なんかをして、まあ、キリスト教を公認してから、えー、そうですねまあちょっと和らぐわけでございますがその後のユリ,ナユ,リアヌス帝ユリアヌス帝がまた戻しちゃうわけなんですねまあ異教の復活というのをする。 ですがまあ結果的に392年にテオドシュース帝が来てイギリス国教化でまあそうですね、まあ、公会議なんかもあったよという感じでございます OK でしょうか OK でしょうか、まあ、こんな感じで皇帝とキリスト教史世界整理しとくと今回の問題解けたのかなという感じですねはい、えー、ではー行きましょうそうですね、えー、これはそうですねこれはそうですねちょっと 考える力必要になりますね、えー、イエスは反逆者としてローマで十字架にかけられた。ローマバツローマバツです。はい、えー、そうですね。まあ、キリスト教の、えー、そうですね。造形の深い方は知ってると思うんですが、えー、そうですね。イエスが十字架にかけられたのは、えー、ゴルゴダの丘ゴルゴラの丘というところで、えー、まあ。こちらはそうですね。 エルサレムなんですねで,すねでまあつなげるとしたら十字軍衛星とかでエルサレム聖地になってましたよねキリスト教のだからイスラム教と揉めたんですよねなんで聖地になってたのかって言ったらそうなんですよイエスが処刑されたのがエルサレムだからですまあそういう知識とかも、えーまあ、使っていったらローマじゃねえなっていうのはわかるかなという感じでございますの、ね、で「あ」は誤りという感じでございますカッコ2番の「い」カッコ2番のイ「い、えー」カッコ番の,イの方いきますとこちらそうですねえっ、ー、と えー、アタナシウス派キリスト教を国教とした。国教としたと書いておりますので、国教、国の宗教としたのは、こちら、テオドシウス帝でございます。テオドシウス帝でございます。OK でしょうか。なので今回というのは、こちら、テオドシウス。ということで、ユリアヌス。こいつはあれですね、異教復活させた人なんで、ダメーという感じですね。なので今回は、イが正解。イが正解という感じでございます。OK でしょうか。 はい、えー。という感じですね。まあ、なので、まあ、ヨーロッパ詩、くどいようですが、しっかり用語を整理する。あとはそうですね、ちょっと出てきましたが、年号なんかも、まあ、絶対聞かれますので、押さえておいてほしいなという感じでございます。OK でしょうか。はい。えー、で,では、えー、こちらで大問一の解説は終了したいと思います。お疲れ様でした。はい、えー。ということで、ではでは続きまして、 近代世界史解説大問2番の方進めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、皆さん大門にどうだったでしょうか？そうですね。こちらも中国史がっつりという感じでしたね。 すいません、えー、と最初に言い忘れてたんですけれどもそうですね近代さはこのような形で巨大門2つに分かれておりまして、まあ、片方の方がまあヨーロッパ市中心で片方の方が中国市中心、まあ、そうでアジア史中心という形でございますでこちらのアジア史の方にかけては、まあ、そうですねもうアジアの二大巨頭といったら イスラームと中国史ですよねなのでイスラームと中国史結構出るんですねなのでまあ、しっかりと整理して押さえとおいてほしいかなという形でございますまあ、今回もいくつか具体例を見つつちょっと見ていけたらなと思いますであとそうですねまあ、今回なんですけれどもしかも中国史の中でもいやらしいみんな苦手とする遊牧民史ですそうですねまあそうですねまあ内陸アジア かけてですね内陸アジアにかけて、まあ、遊牧民がいらっしゃったわけなんでございますが、まあ、こちらについて聞いてるわけでございますね。で、まあ、これもそうですね、まあ、教科書とかなんかとびとびになってたりしてどうなってんねんわかんねえよみたいな感じの方が結構多いと思いますので、まあ、それを見ていけたらなと思います。OK でしょうか OK でしょうか。はい、えー、という感じですね。ではまず最初に、えー、そうですね早速見ていきたいわけなんでございますけれどもまず最初。 えそうですね今回遊牧民史が出るといいう形で言いました遊牧民史なんですけれどもこれそうですね絶対中国史中国史を基軸として押さえておいてください。OK でしょうか中国史を基軸として押さえておいてください。 そうですね,、えー、そうですねこれ、やみくもにいつの時代みたいな感じで、えー、そうですね、えー、ごちゃ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 覚え,たって覚えてえてもなかなか出てこないわけでございますね。いいですかここのアジア史に関しては中国史この中国の王朝が三木です。 幹幹です木でいう幹ですいう、ね、まあこの時とかだったら郷土がいたよね前科だったら郷土いたよねとかまあここだったら中禅いたよねみたいな感じで「幹を作って枝葉を生やしていくわけでございますね。OK でしょうかなので中国史縦から全部言えるこれあ中国の王朝名これ縦から全部言えるはマストです。いいですか春秋戦国史前漢五漢、えー、南北朝と 随尊民と中華民国中華人民共和国こういう感じで、まあ、縦に言えるようにしっかり覚え押さえておいてくれたらいいのかなという形ですねあとは各時代にかけましてそうですね政権担当者皇帝などが出てきましたので、まあ、この時代だったらこの皇帝だよねみたいな感じでそうですね王朝と皇帝こちらをしっかり押さえておいてくれたらいいのかなという感じでございます OK でしょうか OK でしょうかあのそうですね、まあ、テキストの方に載せておりますのでまず言えない人は縦で言えるようになってから 戻ってきてくださいいいですかはい、えー、という感じでまあ覚えてきたということが前提で進めていきたいと思いますまずそうですね、えー、問いの一番こちらそうですねスキタイが出てくるんですねスキタイこれはそうですもう遊牧民の遊牧民の中でも最イコさんですね最イコさん ただ、今回に関しましては、問一も問二もちょっと難しいです。用語集の知識がないと解けないです。教科書の知識だけだとちょっと厳しいんですね。まあ、なので、えー、そちらを確認しといてくれたらいいのかなという形です。まず行きましょう。A、好き体は何系だったか。そうですね、こちら、イラン系だったりとか、そうですね。えー トルコ系だったりとかっていうのがありますので、まあ、こちらもそうですね。まあ、テキストに載せておきましたが、遊牧民史の表の中で覚えていってくれたらいいのかなという感じでございます。オッケーでしょうか？今回はすきたいはそうですね。イラン系ということで、まあ、用語集にしか載っていないのですが、イラン系ということでまあ、こちら1番が正解という感じでございます。オッケーでしょうか？オッケーでしょうか？はい、続きまして問いの2番いきましょう。これそうですね。これもマニアックです。 えーそうですね。えっ、ー、と、スキタイなんですけれども、ここ、どこ拠点に活動したのということですね。で、まあ、これ、教科書、注意深く読んでおりましたら、スキタイというのは、そうですね。こちら、ヨーロッパ寄りなんですね。ヨーロッパ寄り。で、具体的に言いますと、ヨーロッパ、えっ、ー、と、ヨーゴ州に載っております。国会を中心に活動したよという感じですね。国会国会どこやねんと。これ、分かりますか何個か。湖、書いておきましょう。ここなんですよ、ここ。黒い指と書いて、国会ここです。トルコへ。 ギリシャヨーロッパやということですねなので好きたいはこの一点ほぼヨーロッパとかまあ、そうですね西アジアとか、うん、まあ、西アジアのうち特にヨーロッパを中心にかまあ、そうですねヨーロッパにも入るようなところを拠点にしたいという感じを押さえておいてくれたらなと思いますオッケーでしょうかはい、えー、続きましてトイさんこっから遊牧民主盛り上がってきましたねまず行きましょう C ということなんですがこちらそうですね紀元前2世紀にモンゴル高原に現れたと え紀元前2世紀にモンゴル高原に現れた。ということはそうですね紀元前2世紀から中国王朝をモンゴル高原そうですねモンゴル高原ここですので下の中国王朝圧迫しそうですよね。ということでそうですねまあ表で見てくれたらいいわけでございます具体的にはこちらはそうですね、まあ、紀元前1世紀から全冠ができるんですがその時ちょうど戦ってたよということでこちら強度が正解になります OK でしょうかいいですか幹ですよ幹強度とかってただ覚えてるもダメですよ この前漢とか中国王朝の幹の中で捉えるとオッケーですかはい幹の中の枝を生やすですね、えー、こういう感じで捉えておいてくれたらいいのかなとはい、えー、いう感じでございます続きまして、えー、問いの四番いきたいと思います問いの四番そうですね、えー、とこちらに関しましてはそうですね えー、強度が攻撃したやつ強度と仲が悪かった遊牧民族という形でございます。でそうですね、まあ、最終的には内陸の方に生かされたよということですね。まあ、こちらはそうですね、えー、表にも載ってある通り月子です月子。なので2番が正解と。 実際にそうですねこれこうそうですね、まあ、この前巻の時代に出てきますので、まあ、そこの知識知っとくと答えやすかったのかなという感じでございます OK でしょうかはい、えー、という感じですねじゃあ続きまして問いの5番ですね問いの5番こちらは「漢はそうですね、えー、強度から奪った地域に E を置いたよと」と強度と漢は違って。 ババチバチとということですねで具体的に言いますとこちら前貫の武帝の時ですこの時に VS 強度であ争ったよということでございますねそうですねまあ一応ここに書いておきましょうか強度と。でそうですね、まあ、先ほど見た月誌っていうのもここなんですねここなんですね OK でしょうか。 はい、えー、といいいいととううう感感じじでででごござざまますそうですすそねなのでこの時の武帝の時なんですね。で武帝こちら武きものという感じで分かりますとおりこいつ厳しいです。こいつ厳しいです。OK でしょうか。そうですねこいつ厳しいのでどんどんと領土を拡大していくわけでございますね。で、えー、と中,中国ここです。こっからどんどんとそうですねまあ強度なんかを追いやってこっちにやったりとかでは、まあ、こっちにやったりとか。 いう感じで,、ね、でこっちにやったりこっちに行ったりという感じで拡大していくわけでございますでこちらでポイントとなってくるのはそれぞれ武帝というのは征服した地に、まあ、支店みたいな感じでそうですねえー、期間を置いたわけでございますねまあ地方を治める期間を置いたわけでございますなのでそちら押さえておきましょうまあこういう感じですねまず1個目まず1個目はこういう感じで広げていった朝鮮半島を征服しておきたいですよねここに置いたのが落老軍ですまあテキストにも出ておりますが落老軍という感じでございますね よっこ落朗句 OK でしょうかはい、えー、続きましてこちら南越なんていう感じですね、えー、とベトナムの方も、えー、進行します 進行します。こちらにそうですねえー、っと何跡なんかを滅ぼしまして、えー、出てくるのが出てくるのがよくしょと出てくるのがそうですねこちら何海舟とかですね何海舟という感じでございます OK でしょうか一方こちらそうですね強度の方を攻撃して内陸の方ここでできたのがこれ豚甲でございますオッ OK でしょうかそうですね豚甲。トンコ 感じがちょっと難しいですがはいこんな感じです。はい OK でしょうか ?OK でしょうかトンこでございます。これ知ってたらそうですね。強度って言ったら内陸なのでこれトンこのことを示してるなというのが分かりますね。なので3番が正解という感じでございます。OK でしょうか ?OK でしょうかはい続きまして問い6番です。ここそうですね、えー。整理が必要なとこですね。オリエントの方です。アケメネス町とかそうですね。古代オリエントの方が聞かれております。OK でしょうか はい、えー。では行きたいと思います。まあ、一応こんな感じですね、うん。まああの。テキストにも載せておりますが、一応説明に必要な部分、こういう感じで載せておきました。元々そうですね。地中海系の民族とかって言った場合、アラム人とかフェニキア人とかフェブライ人とかいるわけですね。まあ、こいつまあ、ここら辺の地中海一帯なんかはまあこう。う 方々がいたわけですすががアアッシリアがオリオエントを中心に征服するただこれ厳しかったからすぐ終わっちゃって4つに分かれるわけですね。ディディアメリア、エジプト、シン・バビロニアという感じですね。でなので、まあ、そこからアケメネス朝が統一していくよという感じでございます。OK でしょうか。のここですね。今回このアケメネス朝について聞いてるわけでございます。では見ていきましょう。えー、正語問題でございますと。まずはそうですね。金か銀かを発行した。これ教科書に出ているので、丸です。丸です。 はい、えー、いう感じですね続きまして2、くてしぽんくてしぽんを都としたよという感じでございます。くてしぽん、こちら、×です、ね。×、そうですね。えー、と、アケメネス朝、アケメネス朝というのは、こちらそうですね。えー、都としたのはこちら、そうですね。スサですね。スサ。スサでございます。OK でしょうか。なので今回は、えー、2番も×という感じですね。いきましょう。じゃあ続きまして問いの3番。 ユダヤ人をバビロンに連行した。これはバビロン保守でございます。バビロン捕囚で、書いておきました。こちらそうですね、ユダヤ人。ユダヤ人別名ヘブライ人になんて言ったりします。まあそうですね、ここの分け方は、まあそうですね、まあ、特にそこまで、えー、敏感にならなくてもいいのかなということで、ほぼイコールと考えてくれて大丈夫です。ユダヤ人人ヘブライ人 いう感じで,す、ね、でユダヤ人ヘブライ人の王国なんですがこちらはそうですねヘブライ人の王国2つに分かれるわけですねえー、と北がイスラエル王国と南がユダヤ王国とでただ北の方はもうアッシリアに滅ぼされちゃうわけですねでユダ王国南の方残ってたんですけれどもアッシリアの時残ってたんですけれどもここですね新バビロニアに変わる時ここによってやられちゃうんだよとでバビロニアに連行するわけです。 えー、されるという感じでございます。なのでこれはそうですね。明け目の視聴よりも前の出来事ですよね。こんな感じでちゃんと整理していくと図で書くとこういう感じでわかるわけでございますね。なのでこういう整理が大切ということです。なので丸三、えー、番もバツという感じでございます。オッケーでしょうか。はい。丸、え、四、ー、番、えー、と附属した少民族の宗教認めなかったこれはバツですね。これはバツ。教科書に出てるわけなんでございますが、これ流れを押さえておくと結構解きやすいかもしれませんね。いいですか。 えーとまあ、中国とかオリエントとか、まあ、ここら辺共通するわけなんですがいろんな民族がいてそれを統一する王朝ってなってきたら統一の仕方2種類あるんです要するに厳しくバチバチに管理するかちょっと寛容に優しくなるかと。そですね寛容という感じでこの繰り返しなんですよね。ですよね。ま飴、あ、ととなんて考えると分かりやすいと思います飴とムチとよね。これつっ そうですね管理する人アメとムチの使い方うまい人ですよね。ムチばっかだったらこいつ厳しいなってなるしアメだけだったら舐められるしという感じでございます。そこを押さえておく必要があるわけですね。そういう感じで見ていった場合に、えー、今回こういう感じでアッシリアがムチ厳しすぎるだけ厳しすぎ,る、えー、すぎるだけですぐ滅びちゃったんですよ。なのでその反省を生かしたアキメネス帳というのは結構緩いです。寛容ででですななのでなので、えー 宗教を認めなかったっていうことはないと。寛容だったんだということで、丸四番×という感じ。なので、1番が正解です。OK でしょうかケー、OK、でしょうかはい。えー、という感じですね。続きまして、カッコ2番いきたいと思います。まあ、こちらも整理しといたら大丈夫ですね。えー、と、えー、そうですね。アラム人、アラム人、アラム人、こちらですね。について聞いております。まあ、全部教科書の知識ですね。1個目、ダマスカスを都としたんだ。ダマスクスですね。えー、ダマスクスを拠点とした丸です。はい。えー、アラビア文字を、えー アラビア文字を使用していた丸です。そうですね。アルファベット。フェニキア文字と、えー、ごっちゃにならないように整理しておいてくれるといいのかなと。いうことで、これ1番が正解です。OK でしょうか。はい。えー、続きまして、問いの7番でございます。おごたい。おごたい。またモンゴル出てきましたね。おごたいがモンゴル高原に建設した首都と。こちらカラコルムでございます。これも結構基礎的なものですね。なので1番が正解と。OK でしょうか。はい。続きまして、問いの8番。サイえー 正域と合府正域と合府とこれに関する正語問題でございますでそうですね、えー、こちらに関しましてはそうですねいつの時代に置かれたんだということでこちら五感でございます五感、うん、五感の時の出来事が聞かれているわけでございますねオッケーでしょうかで、えー、今回ポイントとなるのはこちら全漢、えー、が紀元、えー、前一世紀と言いましたで五感の方が紀元後一世紀なんですね ADE 一世紀という感じで書いておきましたオッケーでしょうか はい、なので今回はこの紀元後1世紀について聞かれてるわけでございます。でそうですねこちらなんですけれどもしっかりと整理が必要になるところでございます。えどういうういいいことかとととか言いますと紀元後1世紀というのは 各地でしかも全世界的に見ていろんな国が強くて栄えた時期なんですね。なのでこういろんな国がでっかくなって交易が盛んになったよということです。で、この交易なんですが大きく分けて陸と海2つに分かれてるんです。陸と海2つに分かれてるんです。なのでこの事情をしっかり押さえておく必要があるかなという感じですね。こちらです。まあテキストなんかにも載せておきましたが。こちらはそうですね。まあ紀元前1世紀の交易という感じですね。では見ていきましょう。どういう王朝があったの とというところですすねいいですかはい、えー、そうでですねでは見ていきますとまず海の道海なんですけれどもローマローマ帝国なんていうのが、えー、ローマ帝国なんていうのがまあここら辺で栄えたわけですねローマと。でローマなんですけれど海です海を通ってこちら海を通ってこちらこうですねインドの南の方サータバーハナ中に行くだ。 さあタバー話で、その後、東南アジアにこういう感じで行くよと。東南アジア。まあ、フナンとかチャンパーとかがありますね。東南アジアと。これが海の道でございます。OK でしょうか。インド洋を経由してるなというところを押さえといてくれたら OK です。一方、陸の道。陸の道はそうですね。えっ、ー、と、ここら辺にかけてね。ここら辺にかけて、パルティアなんてありましたね、まあ。色分けした方がいいかもしれないですね。まあ、赤で書いとこうか、こっちね。えー、パルティア。 パルティアが、えー、そうですね、陸の道、シルクロを、えー、失礼しました。オアシスの道ですね。オアシスの道。オアシスの道なんか通って、陸路で行ってで、まあここも、コント、トンコを通るわけでございますね。トンコを通るわけでございますね。で、あとはそうだな。ちょっと上過ぎでしたね。上過ぎでしたね。失礼しました。えー、そうですね。ま、あこういう感じで、ま、あこうの方がいいかもしれませんね。えー、こういう感じで通るわけでございますが、ここ、えーと、 インドにかけては南サータバーハナ町でした。で北にあるのは何かって言ったらこれクシャーナ町ですね。クシャーナ町。なのでパルティアからクシャーナ町をかけてってで、まあなんか頓高なのを通してこれじゃあまあ五感の方に入っていくやと五感の方に入っていくやという感じでございます。OK でしょうか ?OK でしょうかはい。こういう道筋をこういう道筋をたどってるんだというところを押さえておいてください。はい。えー、という感じですね。 OK、でしょうかはいじゃあこれ込みで選択肢見ていけばいいわけですまずいきましょうあっえー、西えー、西域渡ちなみにそうですね西域渡国はこういう感じで内陸の部署でございますオッケーでしょうか内陸の部署において大信号安徳こちらそうですね、えー、有名でございますがこちらマルクス・アウレニウス・アントニウス五検定の一人ローマ皇帝五検定の一人のことですねなのでこちらそうですね、えー、西域渡国 内陸の方の役職まあ内陸の方においてローマ皇帝の施設が到来したよと書かれておりますこちら×バツですねこちら×バツですねいいでしょうかいいですかローマの交易こっちです海ですよね海なので内陸の方は使ってないわけなんでパルティアとかなんですねなので今回一番が×というか「あ」が×という感じでございます OK でしょうかはいいいですね続きまして 西域と国は藩長を大臣に派遣した。これじゃバツですね。これはバツですね、えー。派遣されたのは藩長じゃなくて長県です。藩長じゃなくて長県です。OK でしょうか。ただ、実際にはこちら内陸なんですけれども、パルティアに阻まれていけなかったよというところでございますね。なので、まあそうですね。まあそんな感じで長県、押さえといてくれたらなと思います。OK でしょうか。はい。じゃあ、問い9番。えー、いきましょう。これそうですね。もう中国の。 中国整理の集大成という感じですね。えー、今回は武帝こいつについて聞かれてます。オッケーでしょうか。では、選択肢見ていきましょう。はい。武帝について、丸一番、付箋を発行した。はい、付箋バツですね。付箋はいつかと。付箋はいつかと言いますと、これそうですね。春秋とか、戦国とか。ここら辺で出てきたわけでございますね。なので、今回バツという感じです。続きまして、二番目。えー、上国家の専売品、専売品。 とというこはは紙はですね。仙売品武帝がやった仙台品は塩鉄酒塩鉄酒塩鉄酒 SSS という感じでございます OK すいません <laughs> 自分で言っておいて「鉄って t や」という感じですね塩鉄酒ということですねなので×と2番の紙×という感じでございますはい3番目 えー地,方えー、地方長官が人材を推薦する制度を定めたと。これそうですね。長距離線のことを言ってますね。長距離線と。なので、武帝なので、丸という感じですね。はい、えー、では、最後、丸4番ですね。えー、こちら、五とか、祖と書いております。五とか、うなんですが、これそうですね。春秋の時代ですね。春秋の時代ですね。なので、今回、全冠ではないよということで、バツという感じでございます。OK でしょうか。 オッケーでしょうかはい、えー、なのでこんな感じでもうそうですねしっかりと立てで整理してた解けたかなというところで、えー、そうですねまずは言えるようにまずはおうを言えるように幹作ってねそっから枝葉生やしていってくださいでは A はこのような形で終了しますお疲れ様でした学びはいえー、ということでそうですねいよいよ最後ですねえー、こちらえー、問い2番問い2番の B の方、えー、解説していいいきたいと思います。す。でででししょょううか。か。ははい、いいきたと思ままずは問いの10番からですね、えー、と B の文章を読んでということでございますまあこちらもそうですねまあくどいようですがくどいようですが中国史三木作っとけば大丈夫ですはい解けますという感じですねえー、とまず行きましょう3世紀末における内乱ということですねえー、そうですね新 えー、ということなんですがその前にそうですね「真」ですね「真、えー」こちらですね「寅宗春秋戦国史」で「漢、えー」関なんですがこちら「前漢」「五漢と」と、まあ、間に新しいの方の「真」もあるんですが「前漢」「五漢」で「三国」が三国が「義」「合色」で分かれてその後と「が統一するんですねこちらです、えー、こちらですこちらです,らです OK でしょうか こちらの芯ですね。えっ、ー、と、じゃあ、この芯を作ったのはそうですね。芝園、芝園なんて書いておきましたが、芝園でございます。なので今回、まあ、これ知ってたら3番が正解かなというわけですね。なので3番が正解と。OK でしょうか。はい、続きまして問いの2番いきましょう。 トイの2番です、えー、こちらなんでございますがそうですねえっ、ー、と南に復活した南えー、南の方に分かれたよという感じですねまあ一応こちらの方が最初西にあったので東進ですただ流れといたしましてはえー、まあさっきのえっ、ー、と漢の時とかも出てきましたが遊牧民族が中国強いんですねでこの時めちゃくちゃ強くて真、まあ、ができたんですが遊牧民族の力が強くて、えー、北の方の王朝乗っ取られるわけでございますねなので南 の方に逃げてきたよとでまあ位置的に言ったら、まあ、北の方なのでこっちら方刀身なんていいます。こっちらで復活してたわけでございますが結果的に倒されたよという形でございますね。じゃあ誰が倒したのって言ったらこれ教科書に載ってます。そうですね。リュウユと まあちょっと漢字難しいので、まあこういう感じで書いておくわけでございます。OK でしょうか。流遊という感じですね。はい、えー、という感じです。じゃあ続きまして、問いの12番。えー、先ほど出てきましたね。えー、先ほど出てきましたね。この遊牧民族がこの秦の時代に強かったよと。で、最終的に南北朝に分かれちゃうんだと。北の方が遊牧民と。で、南の方がそうですね。まあこの東進からの漢民族の王朝ができるよという感じですね。えー、まあそのうちにおきまして、そのうちにおきまして、 今回は H ということで、そうですね、北斗を立てたの。北斗立てたの誰ですかという感じですね。最初高速、5個16国時代という感じで、5、えー、民族に分かれるわけなんですが、そのうち北斗ができるんですが、えー、そちらを立てたのはこれ、戦費でございますね。戦費。なので、1番が正解という感じです。OK でしょうか。戦費が正解。じゃあ、続きまして、えー、問いの13番いきましょう。これもそうですね、まあ、教科書に載ってる知識でございます。かなり有名なやつですね。まあ、こういう感じで、 縦で,、えーそうですね、横ですね横の方で,、まあそうですね、同じ時代で整理しとくと分かりやすかったかなという感じですね。い、えー、きましょう。アイえイ、ー、と、アイたンでございますが、そうですね、えー、とこちら、エフタルですね、エフタル。これ、3世紀にかけて出てきます、エフタル。エフタルによって、ま、え、る、ー、帳が滅ぼされたよという感じでございます。これ、そうですね、えー、まあこちら見てくれたらいいわけでございますが、そうですね。エフタル まあそうですね、遊牧民なんでここですね。これパルティアとかのやつ消した方が分かりやすいですね。はいえーという感じでございますね。はいそうですね。でまあインドガガガという感じで書いておきましょう。そうですねこちらですね。 ここにあったんですが、えー、ここがそうですね、今遊牧民などによって、こういう感じで滅ぼされちゃうよと。滅ぼされちゃうよという感じでございます。じゃあ、そうですね、当時インドのところにあったのは、そうですね、先ほど紀元前1世紀の方でクシャーナ朝出てきましたが、その後です。このグプタ朝です。このグプタ朝が滅ぼされるんだという形で、えー、こちらそうですね、えー、問イ13番グプタ朝がバツということですね。あ、間違えました。グプタ朝が正解という感じでございます。OK でしょうか。 はい、えー、続きまして、問いの14番。そうですね。じゃあ、ちょうど、このグプタ朝を滅ぼしたエフタル。エフタルなんでございますが、こいつが、えー、争ったのは、ここですね、ササン朝当時の、えー、オリエントで言ったら、そうですね、パルティアが先ほど出てきておりましたが、それが倒れてササン朝で、ササン朝のホスロー一世だよと。これ有名ですね。なので、ホスロー一世が正解と。OK でしょうか。 はい、えー、続きまして問いの15番ですね、えー、こちらなんですけれども何について聞かれてるかといったら、えー、こちらがそうですね失礼しました最初に、えー、ちょっと言っちゃいました3世紀末の反乱ですね、えー、こちらなんですけれども芯ができて芯ができて紀元前2世紀 まあ,そうですね、まあ3世紀にかけてできるわけなんですが秦が最終的に3世紀末に反乱が起きるわけでございますね。でその反乱何だったかといったらこれ八王の乱という形でございます。OK ですかこれは八王の乱のことを言ってるわけですね。八王の乱と。じゃあ八王の乱どういう内容だったのかこれはそうですね定義のところで、えー、教科書に出ておりますのでしっかりと覚えておいてくれたらと思います。これはそうですね皇族の一族、えー、皇族皇帝の一族皇族の反乱だよと。 皇族の反乱というか、まあ、だいぶ争いだよという感じで教科書で書かれておりますので2番が正解という感じでございます OK でしょうかはい、えー、続きまして、ね、問いの16番こちらもそうですね年号寄りですね年号寄りですね各世紀によってちょっと整理しとかないと厳しかったかなという感じでございますはい、えー、では行きましょう午後16国時代こちらでえー、っとそうですね4世紀です4世紀 えー、こちらの「午後十六国時代」4世紀についての出来事を選びなさいという問題でございます。OK でしょうかでは見ていきましょう。まずそうですね。一番、ゲルマン人の大移動。先ほどありました。あんまりいい覚え方じゃないとは思うんですけれども、皆殺しと。375年と。要でこれ4世紀でございますね。なので こいつが正解だという感じでわかるわけでございます。OK でしょうかはい、えー。では一応他の選択肢も見ておきますと、丸二番。卑弥呼が中国に使い、えー、使いを送った。これ、えー、そうですね。踏みくださいと卑弥呼へ。日本史の人とかだったら覚えさせられますね。まあ、中学なんかでも実は出てきてるんですが、踏みくださいとヒミコ二百239年3世紀でございます。なので今回は違うという感じですね。一応そうですね。教科書の知識使うんだったら、これ。卑弥呼が 使い送ったの義義だから義ですよね義ってここやんここやん三国時代のここやんここに使い送ったよということなので全然違うよね1世紀違うよねという感じで罰だなというのが分かったと思います続きまして3番「マニキョウこれはそうですねちょっと年号とか押さえていかないと厳しかったかなと3世紀の出来事ですなので「マニキュオと。 はい、えー。では、丸四番いきましょう。丸四番。えっ、ー、と、クメール人が新郎、新郎を作ったよということでございます。こちらはそうですね。まあ、教科書に書かれておりますが、6世紀の出来事でございます。なので、バツという感じでございます。このような形、このような形で世紀を押さえておくのが大事だよという感じでございました。OK でしょうか。はい。えー、じゃあ、続きまして、問いの17番いきましょう。北魏の時代に関してです。まず、あ、これは、社内。 これは難しいです。教科書に載っておりません。用語集の知識がないと無理ですという感じですね。ただまあ、そうですね。こちら、まあ、難関大品質でございますので、まあ、しっかりと一元化して押さえておいてくださいと。えー、農業技術をま,まとめた、生眠用術ができたよと。はい、これもあるですね。えー、そうですね。生眠用術。えー、と、用語集に載っております。えー、テキストにも引用を載せておきましたので、えー、確認しておいてください。はい、えー、いいですね。 えー、こちら北斐についてですがそうですね漢化を禁止した漢民族化するのを禁止だこれツですまあ漢民族の文化を、まあ、受け入れてったってことですねまあ漢化なんですがこれツですね漢、えー、化を禁止したのではなくて積極的に行いましたこれやったのが北斐の公文帝ですね OK でしょうかなので今罰だと分かんないといけないという感じでございますなので、えー、そうですね2番が正解と。 はい、えー、いう感じでございます。問いう18番いきましょう河川部8に関して唐の勢力を、えー、倒して朝鮮半島を統一した人誰です、まあ、統一した王朝なんですかという感じでございますこちらもそうですね朝鮮史載せておきましたそうですね朝鮮史も中国史に関する枝でございます OK でしょうかそうですね、えー、こちらどういう感じになってるかと言いますと言いますとそうですねまあちょうどあれですね三巻ここで分かれる時に「 えー韓えー、朝鮮半島も、弁漢とか新漢とかみたいな中で3つに分かれたよと。で、南北朝の時代にそうですね、漢、まあ、民族の王朝が南にできるわけでございますから、遊牧民の王朝いっぱい乱立するわけでございますから、まあ、朝鮮半島とかでも、そうですね、まあ、王朝作りやすいですねということで、この4、えー、そうですね、南北朝時代に、まあ、朝鮮半島ではちょうどそうですね、まあ、4つの王朝ができると。王朝最盛期でございますね、4王朝と。 もともとコウクリがあったわけなんでございますけれどもコウクリのほかに、まあ、ペクチャ、まあ、クダラとも読みますねペクチャとかシラギとかあとはカラカヤまあどちらもいいですねまあこういうのができるわけでございます。でそうですね隋、まあの時代を経験しまして隋の時代を経験しましてちょうど唐の初期ぐらいですね唐の初期ぐらいですねまあこの時にかけてシラギと唐こいつが結託して 滅ぼすわけでこの後はそうですねえっ、ー、とこいつらが結託するという感じなのでそうですねえー、こういう感じでございますのでそうですねペクチェを滅ぼすんだとペクチェを滅ぼすんだという感じでございますこれそうですね白損湖の戦い白隙の絵の戦いなんて言いましたよね OK でしょうかまあこのような形で押さえておくといいよという感じでございますはい、えー、という感じですねなのでそうですねえっ、ー、と神と 知るえー、党というのが連合して、まあ、こいつらを滅ぼすと。そうですね。こいつらを滅ぼすという感じで朝鮮半島を統一という形ですね。ただ統一した後、新羅がお前、党出てけよと。俺たち、朝鮮半島の俺たちがもともとの民族だと。お前ら、出てけよということで、党を出し、そうですね。追い出して、まあ、朝鮮半島を統一する。そういう感じでできたのが新羅でございます。OK でしょうか。なので3番が正解と。 まあ、くどいようですが、幹の中の枝ですね。幹の枝ですね。OK でしょうか。はい。えー、という感じでございます。最後、問十19番。うん。これも用語集です。まあ、難関大では品質なので押さえておいてください。クリムハンが正解。クリムハンが正解ということですね。えー、こちらはどういうのかといいますと、19世紀初頭に、えー、西トルクメミスタン。 そうです、ね、まあ内陸の方ですね。できた王朝ということで、まあこちらは養護宗の知識しっかり押さえていてくれたらいいのかなという感じでございます。OK でしょうか。はい。えー、という感じで皆さんお疲れ様でした。こんな感じで近代の、まあ、過去も見ていったわけでございます。まあ今回伝えたかったのはそうですね。知識絶対整理してねというところですね。あとはそうですね。えー、年号なんていうのが出てきました。こちらキーワードになりますね。あとは国会。 こちらそうですね先ほど出てきましたが地図も実はそうですねこういう感じでちょこちょこと聞かれるわけでございますなので地図も弱かったらしっかりと押さえておいてください、まあ、このような形で今回僕書いて説明しましたがこういうのも書けるようにしとくというのが鍵ですね OK でしょうかはい、えー、このような形で、えー、そうですねしっかり準備してもらって当日迎えてくれたら合格点取れると思いますので皆さんの合格を祈っております頑張ってくださいでは、えー、本日の解説は以上になりますありがとうございました この動画ではね、みんなが見れるように一般的なことを話しました。マナビズムは近代の公募や一般入試に向けて今の君の現状から逆算して最短のスケジュールを立ててその遂行をサポートする塾です。この動画を見てね、自分用に、そして近畿大学用にカスタマイズされた勉強計画を作ってほしいという場合はですね、マナビズムの無料受験相談にぜひ参加してください。各校舎で申し込み受け付けていますし、オンラインだったら全国から申し込み可能です。